おはようございます。大変なことになりましたね、これ。うっかりね、バッテリーの充電を変えないで終わってしまった。こっちは満タンなんですよ。だから100%あるんですけど、こっちはね、多分9%ぐらいしか今入ってないという状態です。もうちょっとしっかり充電できればよかったんですが、昨日ね、うっかりぐっすり眠ってしまって、途中でバッテリーを交換するっていうのも忘れていましたので、今朝の5時20分とかそれぐらいだと思うんですが、出発までギリギリ充電して、半分まで行けばいいけどな。これ意外と充電早いんですよ。まあ、なんとか見守ってみましょう。さて、それでは今日の行程を皆さんにお知らせしますが、すごいですね。近鉄電車、お客さんがいっぱい乗っています。でも乗ってない号車もあるな。不思議だ。どういうことなんでしょうか。みんな名古屋までの通勤、パパの電車は近鉄です。はい。さて、じゃあ今日はですね、第43番目の四日市からスタートしまして、今から実に3里、あ、違う、2里か、2人と27町で、次は石薬市です。石薬市、庄野、亀山、関、そして47番目の関と48番目の坂下の間で鈴鹿峠を越えることになります。関、坂下、土山、皆口、石部、そして今日の目的地は東海道52番目の宿場町であり、中山道との合流地点、草津地区です。なお、お分かりと思いますが、明日は大津三条大橋ということで、最後の2区間です。どうぞよろしくお願いします。古いけど感じのいいホテルでしたね。私こういう古さ好きです。お、重い。お、落ちてしまった。これ1個4、5キロありますから、指2本で持つものではなかったわ。これ私の泊まったホテルの駐車場なんですけど、前は多分ここに守衛さんみたいな人がいたんでしょうね。ホテルだけじゃなくて普通の人も使える駐車場だったのかな。そんでここからこう車が入ってって、まあ、今はここにこういうゴミ処理装置みたいなのありますけど、このガレージの中にゴーッと入って、それで立体的にグオンゴーンゴーンみたいにやったんだと思うんですけど、今その車を入れる地下施設はあれなのかな、廃止状態にあるってことか。なんかロマンがありますよね、そういうの。さて、結局バッテリーはどれぐらいまで充電できたのかと言いますと、50%しか充電できていません。要するに今日使えるバッテリーの合計は150%ということですが、今日の走行距離とそれから行程の過酷さを考えますと、おそらくは足りないのではないかと思います。鈴鹿峠を越えますからね、多分平地だったらギリギリ足りたんだけど、もしも足りなくなった場合をどうするかということですが、これはテレビ番組みたいな感じで充電させてくださいとどっかに頼んで充電するということがまあ一番ですかね。それをさせてもらえるのかどうかはまあ交渉次第でしょう。交渉に応じてくれそうなところに行けばいいかと思います。これですね。右手四日市市中心部、近鉄四日市駅です。この大通りを左にずっと行きますと JR の四日市駅に着きます。 JR 四日市駅はすごいっすよ。何もないんじゃんみたいな、すごいところですから。なんで JR の四日市の駅があんなに外れの方にあるのか僕は知らないんですけど、まあ多分あっちの方にはもう港しかないからでしょうね。逆に別に JR 四日市駅が町外れにあるからってそれが全てじゃダメなのか、そうじゃなくて石油の輸送にはかなり役に立っているはずですけど、本当初めて行った時はこれ四日市って何もないのかと思って、そんなことはなかったです。ちゃんと立派な町でした。また今日はもう一つ大きな懸念点があります。だからこそ朝ゆっくり充電をすることができず 50% のところで切り上げたんですが、今日は7時から一応雨が降る予報だそうでして、それはちょっと困るよな。降ってしまうと草津にたどり着けないということもあり得るかもしれません。朝の通勤ラッシュで車も詰まってしまいます。このように思いがけず渋滞に巻き込まれています。東海道53次の中で道中唯一の渋滞かもしれません。自転車で渋滞にはまるというのは初めての経験です。こういう場合は旧東海道を外れて普通は国道に入ってその歩道をゆっくり走ればいいと思いますが、今回は東海道の旅ということですし、まあ、たまには渋滞の経験もいいかなと思いますので、しばらくこのまま行くことにします。すでにこの他の車とペースを合わせるなどして私も慌てていましたが、四日市を過ぎていまして、次は東海道53次の43番目、石屋敷です。あ、間違えた。石薬師です。さあ、今一旦国道1号線に合流しましたが、この交差点の名前は追分です。そしてこちら追分というからには道が分岐するわけですが、伊勢神宮の二の鳥居がありまして、これは江戸時代のものなんじゃないですか。結構貴重だと思いますけどね。右
今日大阪道左伊勢三宮道とありまして、ここはまさに伊勢街道と東海道との分岐点です。東京から、失礼しました、江戸からやってきた観光客の多くは伊勢神宮方面へ向かっていたといいます。だからここまではずっとその当時の普通の観光客がこの私と同じ道を歩いていたんですけれども、いよいよここから伊勢方面に参拝をお出かけだという人はこの鳥居をくぐって伊勢神宮方面へ、そして幕府の御用とか、出張とか他に物資運搬、様々な事情があった京都の観光もいたでしょうか。でそういう東海道、大阪、もしくは京都方面まで行く人はこの右手ということになっていました。この動画の冒頭でもおそらくは説明したかとは思いますが、江戸から京都まで行く東海道が途中53個の宿場があって53次ということになっていましたが、実際には東京大阪間、また間違えました、江戸大阪間の方が物流は活発だったようです。ここは比叡の追分という名所にもなっています。比叡の町は四日市と次の石屋久までの間の愛之宿の役割も果たしていたそうでして、これも昔からの建物ですかね、東海道を行く人を迎え入れていたかもしれません。立派な伊勢神宮二の鳥居は昨日皆さんに桑名でご覧に入れたあれと同様に式年遷宮のたびに建て替えられているそうです。今回の旅では私も伊勢神に寄り道をするかということは結構真剣に考えましたが、どうしようかいろいろ悩んだ末、またの機会もあるかもしれない、今回は置いておくことにしました。それじゃあ大岩家を左の道へ、引き続き石屋久を目指します。お、前方ちょうど四日市アスナロ鉄道がいるじゃないですか。大急ぎで行けば列車の出発を見られそうですよ。面白いですよね、ナローゲージ762ミリの幅です。よし、このぐらいの幅しかありませんからね。自転車でさっき一度渡ったわけですが、ガッタンといつも通過するじゃないですか、踏切の上を。その感覚がいつもと違って、それが面白かったですね。もう一回やってみよう。この上でね、立ち止まるっていうのはあんまり良くないと思うんですよ、踏切で。だからこのまま通り過ぎますけど、ちょうどここが大岩ケーキだったんですね。これ昔は近鉄線だったんですけども、採算が取れないからということで近鉄線から分離されたんですが、いまだに大岩家駅の案内表示は近鉄と書いてあります。その旧東海道に沿って走っていた四日市アスナロ鉄道もこの宇都部駅で終点です。なんか調べたら本当は鈴鹿峠の手前のあたりまで線路を引っ張る予定だったそうですね。それでも峠を越えることは多分考えていなかったでしょう。この宇都部川の手前のところまでは線路を建設したようで、確かに敷地が残っています。廃線跡ってやつですね。現在では使われていませんが、この河原に落ちていた砂利を拾うための線路だったようです。江戸時代はどうやってこの川を越えてたんでしょうね。このぐらいの大きさなら橋があったのかもしれないな。朝からなんか忙しそうですね、青崎連中。もうちょっとおとなしくしてりゃいいや、そんなやることがあんのかなさて、実は日本橋からこの辺りまでは私はあらかじめルートを全部調べてありまして、どこでどう曲がるみたいなのをメモにしました。今までね、皆さん見せたことなかったと思うんですが、実はこういうものを持ってきておりまして、これ私の手作りメモなんですけども、自転車わかんなくなった時にいろいろわかるんですが、ちょうどこれですね、宇都部川のところを最後に、こっから先のもうメモはありません。ですので自分で確認しながら行かなきゃいけないんですが、多分大丈夫でしょう。道がもうすごい曲がりくねってて分かりづらいんですけど、でも個人宅のこういう柵みたいなとこに、あ、ここ東海道左行ってくださいって書いてあるんですよ。これはここにも書いてあった、杖つき坂だって。きつそうなあれの坂だな。要するに杖つかなきゃ登れないってそういうことなんでしょ。今の右側のうちも案内分かりやすく書いてくれてましたけど、ああ自動車用のスリップ防止のあの丸いやつが床についてるわ。久しぶりの難所らしい難所です。鈴鹿峠の登りがいよいよここに来て始まったかという感じがします。しかしまだ亀山あたりまではそこまでひどい道ではないはずだと思ってたんですけどね。これは一旦登った後また降りるんじゃないかな。今日
今日は元気なつもりなんですけど、あまり力が出ないな。朝ごはんはまだパンしか食べてないからですかね。水も飲まなきゃいけなかったな。まあ、実は岡崎のあのシティホテルでお水もらいましたんで、それまだ持ってるんですけど、何やら書いてありますね。この杖付坂はここの立て看板によれば東海道で一番急な坂道だそうです。そうなのかな。西坂宿のあたりの方がもっと急だったような気がするけど、この先にさらにヤバいのがあるのかもしれませんから覚悟しておきましょう。甘く見ないことです。ここに井戸がありますけれど、一つはですね、水に困っていた時にここを通りがかった弘法大師空海が、あそこ掘ったら、おっ井戸が出ますよ、水出ますよって掘ったらですね出てきた、これは助かったという井戸がここには一つ。多分今の井戸は別のやつで、空海の掘り当てた井戸はもっと上にあると思うんですけど、空海ってなんかダウジングマシンみたいな感じなんですね。温泉もしょっちゅう掘り当ててるし、井戸も掘り当てて、まあ便利なもんですよ。それが仏様の力なのかな。こういうものは仏教の修行で手に入るんですかね。多分そういう力を得ることが仏教の目的ではないと思うんですけど、とりあえず登ってきましたよ。登れたな。松尾芭蕉があそこを馬で越えようとしたら落ちてしまったそうです。三重県鈴鹿市に入りました。自動車のナンバーも鈴鹿ナンバーが急にここで増えました。とりあえず今日の最初の目的地は、まあ、一区切りの地点は亀山としてるんですけども、亀山までの全行程の5分の2ぐらいが今過ぎたか半分ぐらいかというところです。ただそれでも、まあ、亀山はもう3つぐらい先の宿場なんですが、まだ四日市を出て最初の宿場石屋市に着いていませんので、結構遠いんですね四日市石屋市間は。そんな険しい坂道もとりあえず終わりました。今東海道の第44番目の宿場石屋市に到着です。駅で言いますと関西本線の笠戸駅がほど近いところ、まあ、2キロぐらいなのかなだそうですけども、石薬師という名前ですから薬師如来を見ていくべきかと思います。今まであまり見なかったパターンですけど、宿場が国道で分断されてるのかなと思いきや、宿場が国道をまたぐようになってました。国道1号この辺りはきっと堀終わりの作りなんでしょうね。さあこれだ。石薬師寺というのは江戸時代からここにあったそうでして、あ立派なお寺だ。お堂も、おっと、危ない危ない危ない、これ切らしたら大変なこと。お堂も当時のまんまだそうです。大名が休憩しやすいように石を丸く削ったのが今でも残っていると何かに書いてありましたね。なるほど。さっきみたいに引っかかることは起こりづらいのかもしれません。立派だ。嵯峨天皇勅願所と書いてあります。嵯峨天皇ってね、いろいろな文化とかを奨励した人ですけど、ここも嵯峨天皇の庇護を受けてこんなに立派なお寺になったそうです。ご本尊の薬師如来様もこの内側にしらりと覗かせていただけるようになっています。素敵な綺麗なところですね。観光客はいないし、こんな山あいというか交通の便がまあ悪くはないけれど、すごくいいところでもないから、だから観光客らしき人は少ないのかもしれませんけど、国道1号を行き交う車の音が響いてくるのが逆に静かな感じでいいな。東海道の方から行くと正面玄関ではないみたいで、表側からこう入るとこんな感じ。いや、いいところですね。石薬師寺を過ぎまして、これから先は下り坂、楽々ですが正直あまり下りたくはないですね。
あとでまた登るってでもそれはそれで嫌ですから、まあ一旦これから先盆地の中に入るようです。町内安全と書いたこんな除夜灯がありますけれど、これは多分最近作ったやつだろうな。まあ、ともかくここが出口だと教えてくれるのだけでもありがたいです。あ、これが一里塚でもあるんだ。確かに立派なエノキの木が今私の上を日陰作ってくれています。さあこれにて出発。次は第45番目ですか、東海道庄野宿です。上は関西本線、庄野はこっちと書いてある。どうも石屋市と庄野の間は本当に近いみたいです。この間通ったあの赤坂御湯館よりは長いけど3キロはなく2キロちょいぐらい。こんなに近いんだとそれはそれ問題があったでしょうね。うっかりしててつい行き過ぎるところでしたけれど、ちょうどですねぴったり旧道の方に入ってきました。45番目の宿場町庄野に早速到着です。石井薬師から庄野まではねすごく距離が近いそうでして、だから実際に近かったです。もうすぐ着いちゃった。なんでこんな近いのってぐらい近いんですけど、だから庄野宿の人たちとか大変だったんじゃないですかね。お隣との距離があんまりにも近いと、平塚もそうでしたけれど宿場に寄り立つ人がほとんどいなくなってしまうと。で特にこの先に鈴鹿峠がある関係でなるべく早く行きたいという人と、それから昨日通ってきた七里の私もしくは三里の私がありますので、桑名まで行っておきたいという人と多分いろいろいたと思うんで、立ち寄る人はねなんか少なかったらしいみたいな、そんな話は聞いたことありますね。東海道本線のやはり笠戸駅がこの駅の、この宿駅の最寄りということになっておりまして、雰囲気はとても素晴らしいし、街もそうは言ってもねやっぱ駅が近いこともあってか人も大勢住んでおります。駅が遠くなっちゃうとなんかすごい閑散としたような感じになったりするんですが、まあ今見ている限り先を急ぐ旅人の足を止めるほどのものは東海道沿いには見当たらないですね。名物のお菓子屋さんでもあったら入っていこうかなと思ったんですが、コンビニがありましたんで寄りましょうね。ずらっと並ぶ大型トラック、これを見るとやっぱり今でも大動脈なのだと歴史を感じる光景です。肉ばっかり食べてますけど、まあ以上、この間も掛川で食べました串カツです。このファミリーマートの串カツは美味しいですね。まあ、ともかく多少の腹ごなしになりました。亀山と関でまた食事したいですが、次の宿場が亀山です。東海道の第46番目になります。庄野から亀山までがまた長いんですよ。2里ありますからね。8キロ、ちょうど100円の自動販売機あるな。見慣れないものが売ってるな。乳酸菌の力って変なの買ったんですけど、残念だ、人工甘味料たっぷり入ってそうだ。砂糖も入ってるみたいだな。ある程度砂糖が入っていれば最悪うまい可能性はあるんですけど、あまり期待はできんわな。ギリ飲めるかな。後味を気にしなきゃいけるって感じですね。まあたださっきニリが長いって言ったような気がしますけど、その長い方ではないかな。普通に8キロを漕いでいくっていうのは長い距離だとは思いますが、東海道は3里ぐらいになると長い、1里台だと短いかなというイメージです。しまった、1個見ようと思っていたもの見逃しちゃったな。これはうっかりしました。まあ今から川を渡るんですけれど、昨日もお話したことですが、昨日の木曽山線同様にこの辺りは川の合流をするところでして、そうすると合流をする辺りでは割と頻繁な洪水の被害が発生し、地元の人たちは江戸時代困っていたようです。そこで水が溢れてこないようにこちら側に堤防を築きたいのですがよろしいでしょうかと藩に伺いを立てますと、いやいやそれは許されぬと、堤防を作ってはいけないという話が来ました。なぜかというと、こちら側に堤防を作るとこちら側から水が溢れなくなるわけですが、そうすると対岸の亀山のお城の方に水が行ってしまうかもしれない。
そんなことになっては困るから、まあ、それ結構江戸時代では割と当たり前だったらしいですね。例えば東京の、神田川なんかも有名ですけれど、お侍のいる方に水が流れないで、町人とか一般庶民のいる方にまず先に水があふれるような作りになっているようです。まあ、しかしダメと言われてもここにもうしょっちゅうしょっちゅう水が来てしまうようでは困る。もう上がダメだと言うなら自分たちでやるしかない。もう何と言われてでも作っちゃうぞということになったんですが、しかし村の男手がみんなそれで、堤防を作ってみんな殺されてしまうと、まあ、そんな勝手なことをやったらば、打ち首だから殺されてしまうわけですけども、殺されてしまうのは良くない。じゃあ村を将来にわたって引き続き繁栄させるためには男手が必要だから、女の力によってここに堤防を作ろうと言って6年かけて立派な堤防を作ったそうです。まあ、今その跡がこれがその名残なのか、それとももうその堤防は解体されてしまってわからないのか、それともどっかこの辺がそうなのか分かりませんが、ともかく立派なものができました。でできたその藩の人がやってきてどう見たか、お前何こんなもん作ってんだ、全員ぶっ殺してやる、全員ですね、引っ捕らえられて連行されたわけですが、いやいやでもちょっと待て、こんなに立派なことをやって村の繁栄のためにやったいい人たちを殺してしまうのか、やっぱり罪は許してあげよう。江戸時代ってのは結構こういう恩赦とか特赦みたいなのが多かったみたいですけども、やっぱいいんじゃないですか、殺さなくてむしろご褒美あげましょうよと言ってですね、その話が結局、最後は、ご褒美をもらうということで落ち着いたそうでした。その女性だけで作った女人堤防があちらの方にあったそうですらしいんですが、見てもどこにあったのかよくわかんないですけど、石碑が向こうに残っていまして、それ1キロほどかんだ、私さっき向こうからこう来たんですよね。でこう今橋を渡っていくところなんですけども、ちょ行き過ぎちゃった、もったいない。さあ亀山の市街に入りました。で住所表記が本庁となっていたので、多分もう宿場の中に入っているはずだと思います。東海道第46番目亀山宿に到着です。四日市からここまででどれぐらい、30キロはかかってない、20キロも行かないかな、でも3時間かかりましたね。さっき距離を改めて見たら20キロちょっと、25キロはないぐらいあることが分かりましたんで、まあだいたいこのぐらいのペースなのかな。亀山市の旧市街、まあ、要は宿場街のところにいますんで、駅の方に行けばもう少し何かあるかもしれません。なんかちゃんとした食事がしたいな。途中から結構しっかりした商店街になりました。これなら何でもありそうだな。お、前方にすき焼き持ち帰りできますってことは、持ち帰らないで食べることもできるってことですね。店の人は親切だったし、店内も豪華だったし、食べ物もうまく、そして安かったですね。あれ1000円っていうのは安いよな。ちょっと安くてなんか悪いなと思いまして、別に飲みたいとは思わなかったんだけど、ウーロン茶も頼んできました。しかもまあさっさか食えるものと思って、一番早いの何ですかって言ったら松阪牛重だって言うんで、まあ、それであれにしたんですけども、他にもね、亀山は今ラーメンをなるべく有名にしようと頑張ってるようで、実際市内いろんなところでラーメン食べられるそうですね。なんかそういや亀山ラーメンって聞いたことあるわ。東海道53次の時代に牛鍋、牛肉を食べる文化ってのはギリギリ最後あったのかな。明治になってから一瞬で旧東海道全部宿場制度廃止になったってわけじゃないですから、多分その最後ぐらいに旅の道中で食べた人はいたのかもしれませんけど、なんか三重県はね、もう本当に牛肉の歴史最初の頃からずっと食べるのは割と早くから食べてたそうですよ。道の両脇に素敵な道しるべがありますね。右東海道、左停車場、停車場どっちでしょう、停車場かもしれないな。向こうにもありますよ、郡役所、今市役所ですから、これは明治時代のやつでしょうね。私の勘違いでなければ確か亀山は亀山藩が置かれていて、その藩庁所在地だったはずです。だから町もお堀城下町特有ということで、まあいろいろ折れ曲がっていますが、割と分かりやすいものです。この亀山ですが、昔は特に鉄道の要衝でもありまして、名古屋から大阪方面を結ぶ関西本線、そして名古屋から南下をしていく紀勢本線ないしは三空線、それぞれがまあ交錯するですね、まあ、大変重要なところであったわけなんですけども、
現在では海寄りに伊勢線という別の鉄道が作られまして、特急や長距離列車が全部そっちを通るようになってしまいましたので、昔よりは地位が落ちたのかなと思います。これは立派なえのきですね。そして立派な一里塚、野村の一里塚が書いてありますが、こんなに大きいのは東海道中でも随一じゃないですか。さて、いろいろ見るものはありますが、次の東海道第47番目の宿場関も訪れるには楽しいところです。おお、久しぶりに見たのはお茶畑じゃないですか。これは今は蜘蛛の巣が張ってるからあれなのかな、もう収穫の時期じゃないのかわかんないですけど、あ、右手にもあるな。静岡以来ですね、この辺り、静岡が間違えました、三重県の伊勢地方は伊勢茶の産地ということになっています。今は坂を下っていますが、これから先、この次の関宿と坂下宿の間は東海道の難所、こっちだな、鈴鹿峠が控えております。すでに自転車のバッテリーは 0% になっていますが、 0% の最後の最後まで使い切ることにしました。でももういよいよ音はしてるけど、ほとんど何のパワーも発してないみたいだな。平地ではまだ使えますけれど、どうすっかな。残り 100% のバッテリーはもう今から使うことにしました。使わなくても結局重さは変わりませんからね。鈴鹿峠を登るところまではこのバッテリーで問題ないはずです。降りた後どこまで行けるかっていうのは別ですが、真下に関西本線の線路を見ています。さっきまでとの違い、神山までは上に電気が通っていましたが非電化路線になりました。東海道を今まで通ってきて、天竜浜名湖鉄道をくぐった時あれは例外でしたけれど、基本ずっと脇を走っている鉄道は電化されていて、電気を通すところを走っていたわけですが、ここからはディーゼル路線です。今くぐるのは東名阪自動車道です。前に私も東京大阪でバスの旅をした時に確かこの上を通ったんじゃないかな。これ鈴鹿峠のトンネルでズバッと抜けて、抜けたところから天候が雨になったのを覚えています。壮観な眺めだ。上に見とれて土手から落ちないように気をつけないと。でも土手の向こうの景色もまた素晴らしいですね。鈴鹿の山脈がそびえ立っていて、今からあれを登らなければいけないということを思い知らされます。本当にすごい山です。あの山を越えることができないということで建設を断念した鉄道も数多くあります。南は紀伊半島から北は日本海の方までこの山脈は何らかの形で続いているようです。日本の東西移動を困難たらしめてきた罪深い山の一つであります。さあ、ここまで来ると踏切の管理がもう変わっていますね。 JR 西日本って書いてあります。 JR 西日本だったか、あれ私関までは JR 東海だと思ったけど、多分管轄は JR 東海のはずなんですけど、 JR 西日本に管理を頼んでるんでしょうね。さあ、これより先関宿です。重要伝統云々なんとか保存地区みたいなやつあるじゃないですか、あれになってるところでして、東海道53次の中でも景色の素晴らしさは宿場町では一番だと聞いています。53次も47まで来ました。ここが東海道関宿です。ただどうしてか分かりませんが、こんだけ素晴らしい景色の割にはあまりお店などもなく、また観光客などもないようで、単純に景色の素晴らしいところとしてそのまま残ってるってことですかね。お、ここからは随分また感じが違うじゃないですか。上の電柱もなくなって、なるほど、素晴らしい景色だ。
旅館と書いてあって、ここはゲストハウス、多分昔の旅館だったところだと思いますが、2500円で泊まれるそうです。そういうのがあるんですね。ここ泊まってみてもよかったな。道がこれまでぐるぐる曲がりくねっていて、まあくねるというかちょっとうねっていて、奥を見渡すことができませんでした。さっき話しかけてくれた地元の方、まあ、その方ももともとは旅館だったところにお住まいだったようですが、これはどうしてこういうふうに道が曲がりくねってるかあなた知ってると聞かれまして、まあこれはあれでしょう、攻め込まれないためだっていろんな宿場の入り口に書いてありましたよ。いやいや、それかこれはね、前の方を見渡せるようになっていると、ここへやってきた人があんなに遠くまでまだあるのかと、そういうふうに思ってしまうから、そう思わせないためにあえて先を見えないようにしてるんですよと、そういうふうに教えてもらって、そういうこともあったんですね。それ知らなかったけど、確かに全然先の方を見渡すことができません。まあやっぱでも軍事上の目的もあったんじゃないかとは思うんですけどね。本当にすごいな、席のこの並びは一流だ。なんでもっと有名にならないんだろうな。多分有名じゃないから有名にならないんでしょうね。一回坂道を転がり始めたら早いと思いますけど、こういう表現はなんかむしろ悪いことに使うものなんですかね。自転車に乗ってるから坂道を転がるっていうのはいいことのような気がするんですが、向かい側にありますお茶屋さんは慶応元年創業だと書いてありました。さっき話しかけてくれた地元の方に、入っていくならこの席の戸がいいですよと教えてもらいました。天皇陛下にも何かを献上したと、そんな話を聞いたんですけども、歴史が長すぎて一体いつの天皇陛下なのかということはちょっとわからないですよね。今は中で食事をするとかそういうことはできないみたいですけど、この席の戸、これがね、 JAL の国際線のファーストクラスでもなんか出るらしい。それからこの慶応元年創業というお茶屋さんにも行きました。やっぱり伊勢に来たなら伊勢茶は飲んでおきたかったですからね。でもお茶をこの中で飲むという場所ではやはりありませんでした。お茶の葉っぱをここでお土産用に売ってるという感じ。ペットボトルのやつがあったので、ペットボトルを2つ買うからお茶を試飲させてもらえないですかと大変ずうずうしいことを言ったらですね、あのご快諾いただけまして、あ、どうぞどうぞ飲んでってください、もうすごく親切にしていただいてありがとうございます。2杯もね飲ませてもらいましたよ。お茶はやっぱりなんか日本人にとってね、お茶というのは休憩もしくは一息、その代名詞みたいなところもありますから、飲むと力が湧いてきて、さあ峠を越えるぞという気分になるのです。そしてまだ口の中に渋みが残っていますので、これですね、さっき買ったやつちょっと食べてみよう。これは美味しいお茶に合うでしょうね。お砂糖みたいな和三盆、それにくるまれた中はあんこみたいなやつですが、一粒で三里、美味しくて強くなるって感じの味ですね。多分そういう風な売り出し方はしてないと思いますけど。それからまたすごいお寺ありましたよ。このお寺なんかで見たことあるなと思って、それ聞いたら多分その時歴史が動いたかなんかで見たんだと思うんですけど、福蔵寺織田信孝の眠る寺とあります。織田信孝というのは信長の三男ですが、本能寺の変の時に信長と長男の信忠が倒れた後も、まあ、普通に元気で生きてましたけれど、何かあって秀吉から切腹しろというふうに言われて、それでめちゃめちゃ怒りながら切腹をしてですね、このお寺でしたんですが、自分のお腹をかっさばいて、でそこから切れて出てきた内臓をですね、ふざけんじゃねえと言って最後壁にある襖のところへバーンと投げつけてですね、その襖の汚れが今でもこのお寺に残ってると、確かそういうところじゃなかったかな。本当に素晴らしい景色で、いつまでもここで楽しんでいたくなりますが、さっき一筋だけですけれど雨粒がポタッと落ちてきたのがとても気になります。今日私は19時から雨だと聞いていたんですが、今2粒目が落ちてきましたね。さっきあの牛丼を食わしてもらってる時に店の人から聞いたんですけども、いやもうちょっと早く降るらしいですよ、それは大変なことを聞いたと思いました。だからといってこの関の町をすぐに飛ばしてしまうこともできないのがまた悩ましいところです。まだ草津まではかなり長い距離がありますし、距離云々ではなく峠越えがありますから、そこで本降りの雨などに当たっては大変です。避けるところがないという可能性もあるからね。まあこの空模様を見る限りまだ大丈夫だと信じていますけれど、まあいろいろ心配ではありますけれど、まともに降り始めてもいない雨の雨宿りをするということはちょっとできませんし、ここで仮にそういうことをしたとしても、時間が無限にあったとしても、これから雨がひどくなる一方ですからね、早く向かうしかないでしょう。まあ雲行きが怪しくなってきましたが、それも旅の醍醐味でいいかもしれません。さっきお店の人に
これなんで観光客みたいな人そんなにいないんですかねということだったんですが、あの一応この伝統的な建物を復元したり維持したりというその全般的な計画の中で、生活とそれから、この景観を両立させようということで観光に一極集中するという方針ではどうもないみたいです。さあどんどん進んできましたが、そろそろこれで終わり、これで関宿を抜けまして、次は東海道第48番目ですか、坂下宿、そこまでの間それほど距離は長くありませんが鈴鹿峠があります。今関の西の追い分けを過ぎました。関宿を名乗るのに関所がないのかと思う方もいると思うんですが、まあ大昔古墳時代とかそういう頃には何かあったらしいんですけれども、江戸時代にはありませんでした。ただ当時ここに関所があったので関宿ということになっています。例えば有名な白川の関とか中曽の関、根塚関なども実際江戸時代に関所があったわけではないようですね。もうしばらく進めば滋賀県に入ります。ただそのしばらくの道のりがかなり辛いはずです。いい匂いがするもんな。タイミングが合えば私も寄っていって三重県の名物の牛肉を食べていってもよかったですが、もう食べました。お、これか関ロッジは。あ、ここにあったんだ。ちょっとだけ見てっていいですか。ここね、あの結構鉄道マニアの間では有名なんですよ。僕も一回行ってみたいと思ってたんだけど、ついに行くことはなかった国民宿舎関ロッジ、今はそういう名前ではないかもしれないんですが、でも寄り道なんかしてる場合じゃないな。ここにかつてブルートレイン20系日本の1958年ですかね、デビューした初代ブルートレインがここに置いてあって、私が中学生ぐらいの頃までは泊まれるということになってたんですけども、いつか泊まりたいなと思ってましたが、当時は現役のブルートレインばっかお金使ってましたからね、泊まることはないままにここのブルートレインに泊まるサービスは終了して、そしてブルートレインそのものも昨年かな解体されてしまったそうです。鉄道が通ることのなかったこの鈴鹿峠ですが、この峠のすぐ下を通るのかどうか私は知らないですけど、今度できると言われているリニア中央新幹線の名古屋大阪間では最短距離を行くためにこの山脈の地下を長大なトンネルで突っ切ってしまうという計画が立ち上がっています。何やら公園みたいなのあるな。思ったより鈴鹿峠も険しくはないので、ちょっと寄り道ぐらいしてもいいかな。もっときついのかと思ったよ。これは、はあ、なんか思い出が走馬灯って感じじゃないですか。これ見えるかな。ここまでの53次がもうほとんど終盤に差し掛かってるわけですが、全部これは全部来たんだな。見えますね。ゆっくり進んでみましょうか。日本橋、品川、川崎、神奈川、保土ヶ谷、戸塚、藤沢、平塚、大磯から箱根はなんか長いな。箱根、あれ小田原がないぞ。三島、沼津、原、吉原、神原、湯井、沖津、江治、府中、マリコ、岡部、藤枝、島田、金谷、西坂、掛川、袋井、三つけ、浜松、舞坂、荒井、白須賀、二川、吉田、御湯、赤坂、藤川、岡崎、支流、鳴海、熱田、桑名、四日市、西薬師、庄野、亀山、関、そして次は48番目の坂下、49番目、土山、50番目、宮口、51番目、石部、
52番目の大津。あれ草津がないじゃんか。なんかないのがあったね。これを全部行ったんだな。視聴者の皆さんもこれを全部見たってことですからね。すごいよな。もう坂下って書いてあるな。滋賀県に入ったのか。これ昔の国民学校らしいんですけど、あのとんでもないことがね判明してしまったんですよ。僕間違えてたんですよね。あまり土地勘のないところなもんだからすいませんでした。関塾とその次の坂下塾の間になんかそれっぽいじゃないですか、 なんか坂の下とね関だから、そこに鈴鹿峠があるのかなと思ったんですけど、そうじゃなくてあの次の坂下を過ぎてからが鈴鹿峠らしいんです。なんだよもうこんな、あ楽ちんだと思ってた、違ったわ。音に聞く天下の鈴鹿峠がこんな程度なもんかと思ったんですよ。なんかおかしいなと思ったわ。楽すぎましたもんね。こっから先が本当の地獄だ。ちょうど雨が次第に本降りになってきましたよ。これで滋賀県側に抜けたら雨が止んでくれたらいいけどね。さあ果たしてそんな虫のいい話があるでしょうか。とにかくもう登るしかない。一刻も早く抜けよう。鳥が雨だ雨だって騒いでますね。みんな考えることは一緒だ。さあお茶畑が横に立派に広がります。お茶も実をつけてるね。お花も咲いてる。白い綺麗なお花です。着きました東海道48番目の宿場坂下です。